2H-0HA は、シャープによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモプライムシリーズの端末、ドコモ向けでは4代目となるアクオス携帯。ドコモのアクオス携帯は、従来、99シリーズの派生モデルとして導入されてきたが、この端末は、プライムシリーズのスタンダード端末として導入された。このため、 従来のドコモ向けアクオス形態にはなかった GPS やハイスペックなカメラが搭載され、名実ともにフルスペック機となっている。機能面では同じプライムシリーズの SH-038 の共通点も多い。アクオス形態ではお馴染みとなったサイクロイド型ではあるが、同時期発表の au 向けやソフトバンクモバイル向けのアクオス形態とは違い、ヒンジが ドコモ夏モデルの SH906i と同様に逆ヒンジとなっており、逆ヒンジの採用はアクオス形態史上初となる。スマートフォンのプロシリーズを除けば2008年冬、モデル最大の3.3インチフルワイド VGA 液晶を搭載。しかし、同サイズの液晶を搭載していた SH906iF よりも、ボディは長さが 4mm 短くなり、 幅も 50mm に収まっている。なお、SH-03A や、プロシリーズ SH-04A に搭載されているタッチパネルは非搭載。メインカメラには SH-03A と共に、ドコモ向けでは SH904A 以来1年半ぶりとなる CCD が使われた AF 付きの約800万画素カメラを搭載している。シャープが独自に開発した 画像処理エンジンプリピックス搭載。前に出た AU の機種 W61 種の LED 部が同じ種類。またこの後出るドコモプロデュースドシリーズ種マイナス零七 7A の LED 部が同じ種類。操作キー部分のキー形状や配置は SA1 マイナス 3A と全く同じである。決定キー部分にはシャープの携帯電話として、またドコモの F シリーズ以外としても、 初となる指紋センサーがある。また、パソコンで多く用いられているアクシスフォントをプリインストールしている。シャープの携帯端末初の採用。ドコモが同時発表したサービスでは、アイコンシェルアイウィジェットアイアプリオンラインのすべてに対応している。なお、マイケロス c ロ a s s THC メモリーカードについては、公式には以前は8イトまでのカードに、 対応しているとされたが、1 6イトカードの認識も確認されている。現在では、1 6イトの動作は正式に確認されている。ドコモ向けのアクオス形態としては、2年前に発表された s h 9 0 3 f 以来となるテレビ CM が放映されたが、今回の CM から、これまでシャープの形態のテレビ CM でおなじみとなっていた、最後の、確かに、 シャープだというセリフがなくなった。SH-HA 及び同時期に発売された W64SH や 931SH に関しては代わりに元気な携帯。シャープというコピーが使われている。また、アクオス携帯でありながら高画質カメラを搭載しているということだけを歌っており、ワンセグ機能に関しては一切触れられていない。BE モードのメールは ウェブメールとなる。2009年2月3日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年5月15日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年5月27日に5月18日から以下の不具合により中断していた2回目のソフトウェアの更新を修正し再開。ありがとうございます。